ってる。うわ、なんだこの曇り方。ひどい。これは配信して意味があるのかどうかって状況ですね。うわぁ、なんだこれ、なんだこれ。ちょっと FM エリーがいきなり最初から落ちちゃったんで、もう一遍試してみるか。あまり意味ないけど、もう一遍試してみます。ですよね。そうか、暖かいところにいたからな。お、やった。FMLE につながった。FMLE でノーム配信。すいません。外に置いときゃよかったか、ウェブカメラ。中に入れといたら、温まっちゃったんですかね、さらに。内側が。これは参ったな。あ、車です。あ、車ですじゃない、何言ってんだ。自転車です。車じゃないよ、車じゃない。いきなり何音声ついてんだ。あ、内蔵マイクか。ちょっとちょっと、その後かバレた。これ。よし。ああ。これでバッチリだ。これでバッチリ。よし。これで OK ですかね。よし。レフティー。あ、今ここ出てないですか？結局見えないですけどね。うん。場所特定できる。近所の方ですか？すいません。また、メガネじゃない。カメラのレンズが曇ってます。で、ご飯は大変美味しゅうございました。ん？何と電動？あ、今ここダウン。私のがってことですよね、サーバーがじゃなくて。じゃあちょっと今ここ確認します。30cm。 電波も良くないんですよ。さっき店の中でもあんまり良くなかったです。あんまり悪かったんで、外にポタファイだけ出しといたんですけどね。今ここは、今ここ失敗してますね。こうして、クリーンビュー内側に塗れば治るかもしれないけど、塗れないからな。すいません、ちょっと晴れるのを待つしかないです、このレンズの曇りが。多分これで今ここまた行くはずです。5秒以内に。よし。あ、オンにしました。ありがとうございます。レンズの、いや、これは気温差で内側の水蒸気が結露しちゃってるんで、これはちょっとどうしようもないな。あ、ってことは GoPro もまた曇ってるのかな。よっ。あ、GoPro 曇ってないな。曇ってんのは、ウェブカメラの方だけだ。あれ？まあいいや、GoPro が曇ってなけりゃ、後々残るのは、これどうしてほしいです。輪定食美味しかったですよ。そう、レンズ内側。マロさんからの、あ、もう一応全部教えてもらってますが、1個足りませんでした。レンズの周りのレンズがはめ込んである部分の縁がどうも、あれ、今背中側で引っ張られたのはなんだ。また袋が引っかかったか。
ちょっと袋垂れ下げすぎだな、こりゃもうちょっと短くすべきだったウエストバッグにあのビニール袋を切り貼りしてサイズ合わせてかぶせてるんですけどね。うん、あ、車なるほど。今ここは田んぼで向こうに線路を走ってます。残り40キロぐらい萩まで。1時間に10キロのペースだったら行けるつくはずなんだけど、最終的なんだか間に合わないんだよな。ビンテージ食美味しかったです。刺身はアジって書いたんですけど、アジの他にアジの刺身とカマスの刺身、トビウオの刺身も入ってました。ん、平坦がなんて、はあ、ん、さっきツイッターで、さっきって今日のさっきですか、はあ、雨です。今この瞬間には降ってないんですけど、りんちゃん、はあはあ、ちょっと向かい風だ。あ、うるさうるさ。あ、そうか、これ GoPro の命綱が今ブラブラしてるんだ。そう、定食屋さんいろいろ目にも良かったですよ。850円のあの定食は一番いいやつに相当するかな。日替わりのやつは何種類かあって、あの680円でした。曇って、あの皆さんに曇って見えてるだけで、レンズだけです曇ってるのは。信号席ライトは弱いライトずっとつけてます。一応これでも向こうから見えるんじゃないかな。いや、すいません、霧は出ておりません。うん、対策、あ、なんか今すぐできるようなこと書いてあったのかな。ちょっとじゃあ見てみるかな。光？光ってことは光の国か。じゃあ、危ないの、路肩の方が盛り上がってる、ここ。まあ晴れるというか降ってないぐらいの状態です。ライトは電池式です。LED の。単3、2本で、最強にしたら1、2時間ぐらいのはずですけど、この一番弱い状態だったら、多分丸1日ぐらい持つんじゃないですかね。あ、いらっしゃいませ。ライトを当ててみる？当てるっていうのは。お、ライカさんいらっしゃいませ。ライト当てるっていうのはどういう、ちょっとマロさんのやつ見てみるか、じゃあ。ツイッター確認。なんでこんな引っかかるんだろう。レンズにライト当てる？あ、天気の。どれどれ。もしかしてあの水道管が凍らない対策するみたいな、ああいう話なのかな、もしかしたら。シャッターボタンのホットボンド剥がす。お、マルトさんいらっしゃいませ。シャッターのホットボンド剥がして幅広ガムテープで屋根を作る。あー、なるほど、やってみようかな。じゃあちょっとどっかテーブルとかがある雨宿りできる場所があったらそこでやってみましょうか。なるほどね。空気逃げる穴作って、で水は直接その入らないように上のシャッタースリットのところにあのガムテープをぐるっとそのたるませて貼り付けてってことですね。ってことですね。わかります。レンズ、そこを祈る。プレイフォーマイ
マイハピネス。ん？何の方が楽しい？何の配信って今？工作タイムはちょっと机があるところでどっか。でもこれ雨やんで空気が乾いてくれば結構、っていうか空気が暖かくなりゃいいのかな、これは。うわ。良い運を。排熱。ただ上のほとぼ、上のシャッタースリットのとことどのぐらい空気が通じてるかなんですよね。なんか車がさっきから少ないな。で、GoPro の方が曇ってないのがわからない。なんでだ？何が違うんだ？ん？てことはマロさんも見てくれてたのかな？曇ってる話はツイッターに直に書いてないから、うん、見ててくれたのかもしれない。他の生西さんの配信に名乗ってコメントを書くのはなかなか。お、ん、カメラを袋に入れて、まあ使わなくなったらですね、今日宿についてとか、あ、今日宿じゃないか、今日は一応野宿のつもり。野宿といっても道の駅の軒先。雨は今のこの瞬間は止んでます。あれ、 GPS ダメですか？さっき今ここにしたばっかりなのに。いらっしゃいませ。あれ、じゃあそれもちょっとどっか雨宿れる場所探してから。まあ宿るって今降ってないんですけどね。これ霧じゃなくてレンズが曇ってるだけです。皆さんには区別がつかないんですけどね。なんとか駅っていうところがなんかトイレがあるってやたらアピールしてあるから、休憩場所に使えるんじゃないでしょうか。なんで駅のトイレの看板があちこちにあるんだろう。あ、サーバー死んでます今。じゃあどうしようもないか。フランプ、霧ないです。霧は嘘です。雨は今ちょっと止んでます。サーバーダウンやっぱり負荷ですかね。ドライヤーと電源がない。ゴールデンウィークでしょうね。こんな全国的に雨の日でも。あ、またよっと。ちょっと住宅地というか集落的なところに来た。うん、最近ソフトですか。地層ダイニング梅の屋。ん、梅の墓。どうぞ。道の駅じゃないのか、この辺り。なんか道の駅みたいにたくさんでもないや。これは何やってるんですかね。駅の横の広場みたいなとこで乾燥剤。そうですね。ガスは、いや、レンズが曇ってるだけです。カビですか。あ、なんか日曜市みたいな感じかな。日曜じゃないけど、神々の町須佐町。うん、カメラの内部です。祭りでもないみたいなんですけどね。よし、じゃあここでやるか。駅の前のスサノの町なんでしょうね。ガムテープ取り出すにはまたこれ開けなきゃいかんな。センサー。幻想的とも言えるが、
幻想的でございます。よいしょ。でこうやって全体緩めて、取りに来る、取りに行けない。よいしょ、よいしょ。うん、軍手やめました。須佐町ですね。ガムテープは、確かガムテープは工具袋の中だ。道具、道具があったとして改善できるかというと、配信終わるかどうかちょっと分かんないです。じゃあちょっとここで作業している場所の写真撮って。夢の中です。じゃあ今ここサーバーみたいですね。じゃあちょっとウェブカメラを動かしたままちょっと加工するのもあれですけどもこうして、これで GoPro の方は私の方を映しとこう。 YouTube の皆さん見てますか。じゃあですね、上の部分を、あ、そうだ、これも全部写真撮ろう。中の曇りひどいな。結露がさらに粒が大きくなってる。よいしょ。こう、あれ。手前にピント、お、今来た人いらっしゃいます。よっと。で、これの上の部分を剥がして、お、今来た人いらっしゃい。こう剥がして、ん、何したらどうですか。こう剥がして、剥がれた。剥ぎまであと40キロぐらいだと思います。上剥がして、でウェブカメラの上にこのガムテープを使って屋根的なものを作る。ん？何してたら？よっ、よいしょ。こんな感じか。もうちょい幅が欲しい。ダメだ。もうちょっと幅取ろう。何がいいのに？あ、そうだ、剥がしたところも写真撮ろう。じゃあこれは裏側が張り付かないように、こうして、でこの間のところに裏側から張り付ける分を、よいしょ、何が、ちょっと待った、同じぐらいの長さのやつをこうして、で内側に逆向きに貼って、ああダメだ、まあいいか、これで適当で、でこれ剥がして、こうでこうして、こうこんな感じか。これでどうだ、ガムテープで屋根作った。ピント合わない。ちゃった。よし、これでどうだ。何を修理？
すごいな、内側にも完全に水滴ができてる、やばい。ここから浸水するもんなんだな。バッチリ対策してきたつもりだったのに。よいしょ、まだか。あと俺乾いたらこのレンズの周りにあの温めるもの、ライト当てるっていうのはどういう意味、温めるってことなんですかね。どうだ、もうこれ以上どうしようもないからとりあえずこれでいこう。よいしょ、アマゾンさん、よいしょ。そう、空気受けるしかないですね。よいしょ、じゃあどういう加工したかをツイッターであげよう。写真、写真、こう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 、間違えた。じゃあこれをツイッターで、ちょっと待ってくださいね。ああダメだな、またひどくなった。あれ、よく見たらマラさんのこれ写真がついてたのか、気がつかなかった。ん、何の感想、空気逃げる、あ、やっぱこういうことか。うん、映ってますか。マルサンアン、アンオジソウ、あれ、またあれか、また配信終了詐欺ですね。ちょっと先にこっちやってしまおう。よいしょ、よいしょ。あ、本当に終わってる。失敗したか。本当によく終わってしまった。
Yes. とりあえずこれで音大丈夫ですね。とりあえずまだ曇りは全然治らないです。あ、近くだとこんな映るんだ。しかしひどいな今日の映像。そうですね、もうどうしようもないな。じゃあヘルメットにセットします。よいしょ。で、もしもし。よいしょ。中身が、でこれでいいかな。よし。というわけで通常枠です。なんか失敗してましたね。延長自動延長にしてたのに、してたのに、信じてたのに。いや、すいません、信じてなかったです。いらっしゃいませ。信じてはいなかったけど、やっぱりうまくいかないこと多いな。よいしょ。じゃあこれでまあ行くしかないですね。よいしょ。ラップで、ただラップだと映像が厳しくなるんですよね。 GoPro は今大丈夫です。延長失敗。マイク、いや、それは塞いでます。かなり塞いでます。カメラですか、買いますか。7,8000 円するからな、これ。ちょっとそこら辺の安物のウェブカメラとは違うので。なんかこのライン、あの値段違うんですよね、価格帯が。ロジクールのあのプロ級線の流れを組むやつは値段が高い。よし、じゃあいっか。え、ジャンパラない。ジャンパラっていうと秋葉原のやつか。ドライヤーで、電源ないから。電源、皆さんあの旅行中コンセントはないので、そこのところお分かりいただかないと。よいしょ。50万画素、これ動画だったら、そもそも動画で使ってみると30万画素もないですからね、解像度は。じゃあ積み直して、よいしょ。さ、コンロあります。コンセント、よいしょ。ライブカム 100%、 そうそう。ん、何あるた。よし。マフラー、そこら辺の車のマフラーに忍び寄って。ラミネートですか。よいしょ。で積み直し完了。よし。もう大体降ってはないな。いや、まだパラパラ来てるか。晴れてきました。これもあの空中の湿度が 100% から下がれば、多分あの中も乾き始めると思うんですけどね。お、あれは冷えたまま。ここも見えますかね。ここもなんか萌え関係のゆるじゃない方だ。まあ一か先、一かすさ、かすさ、どういう意味だ。フレーズ分乾燥。あ、こっちになんかある。あ、これ男なのかかどうかわからんな、これ。じゃあすさって書いてあります、あのエプロンみたいなのに。二分化、そうですね。あれスカートなのかな、どうだろう。
男の娘かもしれない。確かにそれだと難易度高くなるけど熱狂度上がるんじゃないですかね。ヒット、ん？曇り取れな。フォロー外す、もう外せないです。もう今外すと上のフォトボンドのコーティングを取っちゃったんで。ハードル高いけどその当たる人には超当たりますよね。って知らずに言ってますけどね。ああ超当たるだと思う。何が当たる、その人の思考に、思考にマッチする。思考っていうのは考えじゃなくて好みですね。そう、ピンポイントで。うわー、降ってきた。また降ってきたけど諸星弾じゃなくて当たるの方か。霧濃い霧。私は別にそうではないんですけどね。レンズ曇ったままですって。ああ降ってきた、降ってきた。サイレントヒル、霧は本当は出てないです。霧は本当は出てないです。ああうわ、雨がボタン、そう、それがスナップショットボタンって、シャッターボタンみたいなやつですね。静止画撮るための。いらっしゃいませ。フォグサインだけ。あ、今他のとこ昨日は逆だったんだけどな。よっ、いいんだと。どういうことだ、わからん。うん、こう秀樹の、さてここからまた登りだ。905ください。晴れてますよね。晴れてますかね。なんで、いや、なんででもないか。雨になってから対策する方が悪いんだ。普通は先に対策しときますよね。完全に塞ぎ切ってしまえばもう、あ、でもそうか、中湿った状態、湿気が高い時に塞いじゃダメなんだな、きっと。しかし内部がもう水滴ができてたんでやばいですよ。サビとか本当に発生するかもしれない。天国、今日の環境はちょっとひどい。でも雨対策してるから配信はできてます。いや、できてると言えるのかな。基盤、うん、そうですね。気温16度。16度の電光掲示はなんとか見えますかね。よっと、さて上り16度あっても結構寒いですよ。これはレンズが曇ってるんです。霧は実際には出てないです。走りやすい。綺麗な女性見ないですね。霧がもやが。これが2つ目の上りかな。ヤマダ電機は今日出発したあたりにヤマダ電機あったんですけどね。宿の近く。あ、古い民家ですか。ここら辺私もわかんないです。
乾燥剤は、乾燥剤は、ガミ動いてます。なんだ今のは。エブリオ。あ、水滴。よいしょ。ボリューム中。ちょっと頑張っております。きつい、ここはそうですかね。確か。あ、ビデオカメラ。うん、曇りは全く変わらないわけですね、今曇り状況は。レンズのこの曇りのとこさえ対策できれば、あとはだいたい雨配信の対策はできたかな。ただこれも今涼しい時期だからいいんであって、いらっしゃいませ。夏になったら、もっと奥？夏になったらちょっと暑くてやってられないと思います、これは。あ、もうトンネル着いた。ブロッケン。行くの時間かかりますよね。スコバだけ。スサトンネル714メートル。助け、うん。また700メートルぐらいありますね。じゃあ行きます。これは確か弓道があるところだったっけ？USB。じゃないかな、まだ先か。そもそも標高100メートルぐらいまで登るやつがあったはずなんで、これがそうかな。まだ全然登ってきてないんだけど。水滴。GoPro ハウジング分が重い。右カーブ。まだ下がってるのか。
まあでもトンネルの中にしたら音が小さかったな。なんでだ。うん、今の鳴らし方多分威嚇方向ですよね。応援じゃないよな多分。でも応援にしとこう。応援ありがとうございます。手振ってればよかったな。サンキュー。ちょっと上りのトンネルでした。あ、まだ終わってないのか上り。通行、いや、ほんまに道ないと思うので次ありますよね、やっぱ。そうか、まだ上り終わってなかったんだ。なんだあれや。お下に増水、なんだろう。お、DVD ビデオ、グッズ本。何の本？まだ長いのか。やだなぁ。あ、スケンさんいらっしゃいませ。オカリトンネル。うん、カメラ多分乾けば問題ないと思います。ふぅ。エロリじゃなかったらびっくりしますよね。で、まだ登るんだやっぱり。これが多分2つ目のアップダウンのアップ。ああ。そのカメラはこれはあれ、カメラ違うんだっけ。まあいいや。今ここはサーバーがどうかなってるらしいです。どうにか。まだ登りますね。といってももうそろそろ終わるはずなんだけど、標高的には。気温が低めだからまだ助かる。昨日の方がもっと暑かったんで。雨は降ったり止んだり。うん、帰る。今この時速は15キロぐらいかな。今ここ、そうですね。うん、手前ですね。もうちょっと先か。景色は、左手はなんか、棚田じゃないけど、畑とか田んぼが、なだらかな斜面に並んでて、右手は民家だったり、廃屋だったり。うん、で今日は充電できないはずなので、道の駅の宿とかしたらなので、まあ、どっかの温泉、お風呂か温泉入るときに少し充電させてもらえたらやるとして、明日一日はバッテリー持たないかもしれません。しかしそうか、明日足気をしたいか。今日宿取らずに野宿するつもりです。でもずっと雨だったらどうしようかな。ユースホステルに潜り込むか。そう、自炊もやってないんですよね、持ってきたのに。雨だと何もする気が起きない。今日の塾と思ってました。そう思ってた時期もあります。いや、今日終わって昨日も入ってますよ。あ、でもこの雨に降られた後のって意味ですよね。
秋の宿。はあ、ジンギスカンは遠野ですね。蛇に噛まれる。あ、マンガキスは昨日の宿の近くにもありましたよ。有料に、そうですね。どうだろう、月85円、85円で。うわ、長っ。トンネル 1.5 キロか。長いですね。じゃあ行くか。うん。ん？何の再放送？過去のタイムシフトだったら YouTube か Vimeo っていうサイトにあります。それぞれサイバーサイクリストってカタカナで検索すれば。トンネル長い。これは切れると思いますよ。テールライトは荷物が邪魔で今使えないので歩道無理。狭すぎる。多分歩道からずり落ちる危険性の方が高い。長いです、トンネル。まあ作るコストも高いんでしょうけどね。歩道はなくはないけど自転車じゃ通れない。自転車車道、それはちょっと長く 1.5 キロ歩くのきついな。まだ繋がってるのか、変だ。下ってる。まだ下がってるのか。ここから下ってる。蒸し暑さはそれほどでもないです、うん、定価はまだ繋がってるのか。切れたかな。まだ繋がってる。ん、何注意。 1.5 キロやっぱ長いな。充電できてない。やばい。なんでバッテリー切れた。早すぎる。
抜けた。外部バッテリーもう切れた、やばいな。阿武タウン、阿武町、阿武町ですかね。バッテリーどうしよう。取り替えないと、本体で消耗するとそれを後で充電する分また無駄にロスが出るからな。で、トンネルの中では繋がってたのに、なぜ出たら切れる。あ、まだ繋がってる。おかしいな、バッテリーが。いや、バッテリー本体だと思います。抜けました。切れてるな。あ、車が。どうしよう。出てます。久しぶりです。とりあえずバッテリーは交換するか。あの 90% っていうのは本体のバッテリーが使われ始めたって意味で、外部バッテリーが切れたってことなんですよ。晴れてないです。よっしょよいしょ。これへたるのがですね、前1個ダメになったのは、バッテリー消耗が前いっぺん早いことがあって、その後また大丈夫だったんですけど、今日またよいしょ。エイリアン安倍氏、とりあえず交換しよう。古い方のバッテリーか。神が、いや、そんなことないと思う。そう、パンパンにってことが前一個それてダメになりましたからね。いや、少なくとも外観は変わってない。じゃあとりあえず交換します。こうしてこう、これだと今日このまま配信続けると明日配信できないな。それか宿泊まるか。中華バッテリー、多分チャイナだったと思います。よっと。宿に、夜まで雨が降るようだったら宿ですね。ただ空きがあるかどうかわかんないですけど。それだとテントも自炊道具も持ってきた意味が全く ない。ナッシン。そう、寒いとってのありますけどね。あ、しまった。アブタイナもただ全然電力足りません。雨です。あ、枠割りですかね。じゃあ次枠で。いや、次枠でとか本当どうしようかな。雨の中の配信はもうやめてっていうのも考えられますけどね。マクドナルドで充電だ。風で運動されパニア、あの中サイズのパニアです。オーストリッチ。じゃあ、お、終わった。お疲れ様です。よいしょ。どうするかな。こうして、で、こうと。明日秋吉台に行くとしたら、そこも放送したいんですよね。うわ、やばい。音は聞こえないけど、PC が唸ってる。
いや、やっぱ放送しばらく中断しとこうかな、どっちしろ。という通知枠だけやるか。バッテリー温存もあるし、雨の中だし。GoPro の方はどうしようかな。GoPro の方はマイクつなぎ替えて一応やるか。あ、でですね、これはここから配信も続けずに、一旦今日はあのニコ生の配信は中断して、 GoPro の方でだけ撮って、萩まで行こうと思います。なのでこの枠はもうこれすぐ閉じてバッテリー温存しておきたいと思います、というのを言うために枠取りました。雨の中だし、いろいろもう大変だし、というわけで、まあ、なんかどっかすごい見どころ見つけて天気が良くなってたら配信するかもしれないですけど、基本的に今日の夜まで中断で、あとはまあツイッターでこまごま書きます。まあ、レンズもこれだし。じゃあありがとうございました。また、撤去、何撤去、明日、秋吉台に行く。まあ大体秋吉台行こうと思ってますけど、じゃあありがとうございました。失礼します。東北？さて、じゃあ GoPro の、なんとか無事に行きます。お疲れ様です。また、写真も撮ります。それじゃあ発信ツールを終わらせて、で、こっちが Google っていうのと、でここから先は GoPro 側の今本体のマイクになります。今停止させたかな。そして危ない。そしてこっちからマイクに行って、この給電だけを続けて、
これで今音が入るようになりましたよね。であとはウェブカメラは取っ払って、うわ、しまった。どこだ。ダメだ、外せない。ちょっと今ウェブカメラの防水した USB コネクタ部分のテープを剥がそうとして、テープの端っこが見つからなくて。切断。そうか、ここからウェブカメラ外すのはいいけど、その後これどうするかだな。余計な端子がむき出しになってるし、これ適当に塞いど、難しい。もうこれ外してしまうか。 GoPro 本体でこれでもうあと2時間半しか持たないはず。2時間ちょいかな。まあできるとこまででいいですよね。今ヘルメットには GoPro 本体とピンマイクがついてるだけの状態です。ポケットにモノリールだけでも雨具の上から出す大変。ところどころ休憩するときに少し充電すれば少しは持つかな。ケーブル類を全部バッグに入れてしまって、で、あと充電のために開けてたコネクタのための穴を塞いで。現在地、まず今ここは失敗してるから落としてしまって、残り35が厳しいな。あとはしばらく海沿いか。
あとちょっとツイッターチェックします。よしなし。メールもチェック。フォロー、リツイート、チャンネル登録。アマロさんも書いてる。あ、これがさっきのあれか。じゃあツイッターで。ここからは、5、6、がだけしながら、萩に向かいますと。まだトンネルあったのか。マイク、あれ？マイクは体の方向いてた。短いな。大狩りトンネル、小狩りトンネルか。大狩りじゃなくて大狩りだったのかな、さっきのは。こっちは大狩りだか大狩りだかの10分の1の距離しかない。うわ、滑りそう。萩まで30キロ。時間が今1時47分か。まあ大丈夫だな。あ、そうだ、後ろの荷物。大丈夫か、大丈夫か。よし。うふ、下ると寒い。うん、路面乾いてきてる。
本当に鉄橋がある。鉄橋だかな、何橋だか分かんないけど、ちょっと写真ちゃんと撮れるとこ行ったら写真撮ります。わかるな。寒っ。わあ。よいしょ。うん。また遊んでるか。まだパラッと来てるな。
ハート海岸国定公園。写真的にいまいち。ああ線路沿い、海沿いなのにちいいな。そこ線路の下に道路があって、今車走ってましたね。こっちに行けないのかな。まあどっちにしろすぐ合流か。でここが、笠山か。だいぶやんできたね。ちょっと風強い。気温15度に下がってる。15度。おお。あ、駅。ちょっとトイレ借りていこう。駅は これか。うわ、字ちっちゃ。宇田郷駅。トイレは何もかすごいな。おお。ちゃんと駐輪場がある。熱いことは気にしてしまう。あ、五か、歌五駅。
なんだろう。なんだろうこの、これは。ごめんね、私がいらぬことを言ったので、気短なあなたがカバン一つで飛び出した。最後は、綺麗になったこの駅でゴーゴーという波音を伴奏に二人だけの結婚式をあげようね。ちょっと変わってますね。トイレはないのかな。閉塞用品在中、この中には使われてないんですかね。これ使おうか。こっちか。ないな。トイレないのか。あ、グレーペンがある。まだグレー電話、 ISDN 電話ですね。昔はパソコンデータ通信しようと思ったらテレホンカード持って、この ISDN 電話で有線接続してたもんですけどね。なんか YouTube のGoPro動画の方でまで出とるネタを。あ、そうだ、さっき何時からこれは9度割りか。
おお。おお、素掘りのトンネルだ。海の方に神社があるんですね、今ね。これか。よっ。おう。警戒されてる。海沿いだけど立派ななんか敷地が作られてるところですね。複雑だな、ここのところ防波堤というかでいいのかな。あ、逃げた。しまった。これちょっといけんか。無理。ああ、もうすっかりやんだかな、これは。でも、いつ降るかわからない。ずっと溝に満ちた。
25km まだだな。1秒取れなかった。トンネルばっかり。ああ、これも結構長いね。500メートル。壁トンネル。
駅ないな。最後か。どこでしたら連れ違ったみたいです。気づかなかった。これは古いトンネルか。出られる。線路全部通れるかな。
なんか追い風だ。体に風が当たってない。でもないか。駅がないな。トイレ借りて着替えもしようと思ってるのに。お、道の駅があるか。道の駅までの距離は5キロ、まだあるな。あれ、駅ないのかな、この辺り。地図チェック。もうちょい先か。気を。木をかな、木、木を与えると書いて。行こうか。珍しくなんか素直な名前の駅、道の駅。ヘルメット重い。これか。あった。意外と新しくもないけど、まあ周りの駅より新しいですね。トイレはあるかな。なんていうか地中海風かな、こういうのは。あ、ないか。ここもないですね。ん？これは？機械室か。か何かだ。駅の意味は器用であってるのか。あの道の駅までトイレなし。
もうここで脱ぐだけ寝ていくか。ちょっとこの雨具の足回りはあまりにも鬱陶しいので、よいしょ、うん、だいぶすっきりした。カバーこっち入れて、レインパンツはメリア、足回りが楽と言った途端にまた雨がパラついてきた。ああもう、いや、しばらくこれで行こう。結構スカ持ってきた。ずっと病んでたのに、やっぱり雨具を脱いだ途端に降り始める。
うん、うわ、バイザーから雨だれが19キロ。曇ってないか。また塗り始めました。デジカメ出すの止められるの、この雨は。何だ今の音。
対風。15度。あ、ちょっと雨粒がついた。ズボンがへばりついてきた。もうこんなに標高低いのに峠の名前がある。標高39メートル、さえが峠。降ってきた。雨を切るとまた道の駅で、道の駅まであと2キロあるのか。やばい、濡れすぎてる。ズボンの中の財布の紙幣がやばい。もう郵送して取るかな、これは。
やばい、お財布やばい。これ財布ポケットに入れずにウエストバッグの中に入れとけばいいんだ。財布と鍵はいいから財布だけでいいか。これはとりあえず安心。靴の中まで濡れてないな。じゃあ。仲間に見られたんだな。できた。あれ？駅じゃない？いや、駅だ。ああ、普通の家みたいだ。名古屋駅か。あ、これ友人駅だ。トイレもあるはず。あれ違った。これ中に入らないと使えないトイレか。じゃあ道の駅かな。
ってる。路面がびしょびしょじゃないだけまだマシか。下から降られないから。到着。ふう、温水プールがついてるのか。空港ん？何発祥の地？全国道の駅発祥、マジか。これが第一道の駅。あ、カフェとかあるな、いいな。カフェ846。おお、ちゃんと駐輪場もある。駐輪場、これバス、バス停の駐輪場か。あそこ開いてない。GoPro の方も一旦ここで止めて、次に、なんだっけ、笠山っていうとこまで行ったあたりでまた録画しようかなと思います。じゃあこれにて終了。